はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト、モノクローム、クールモノクロームかな、続きやっていきたいと思います。斬新かつ一人で攻略するダンジョン RPG 的なものですけどね。装備品を整えようと思うんだけど、だんだん次から次へといいものが売ってるんで、まあ前より強いかな。4回ちょっとうろうろしようか。ね、ボタンを押したらもうそのまま攻撃する感じで、宿止まってねえじゃん。前回の続きですね。宿止まっていかないとダメだ。そうだ。まあこのような感じですけど。カズボーって呼べると思ったんだけど、点々がね、名前一文字分になっちゃうんで、カズボーだと5文字になっちゃうんですよ。そうなると。だからボッコさんにしましたけど。ドラケ3とかもそうだもんね。名前入れとき点々だよね。青、黄色、赤ってなんかちょっと色がついてたと思う。確か。ここは普通に濁点あんのにね。もう、あえてファミコン仕様なんだね。絶対そんなの通り越えた容量はあると思うんだけど、あえてこの仕様っていうね、感じなんでしょうね。だから、あえてこの感じに慣れていこうではないかという。ね。多分それを、そういう感じでプレイしてほしいっていう。でしょう。なんかまたちょっと不気味だけどね。音楽とか。こいつ間違えちゃうな。右からでもいけんのかこれ。3階が一瞬だからね。2階までがちょっと長いけど。前回ドロルいてやばかったけどね。まあ倒せましたね、なんとかね。まあ使っときたいところだけど。でもドラケ1仕様だから。お、魔法の聖水。こんだけあればやられないだろう、とりあえずはね。途中まで行けないのかな。これもしかして下から行ける？あ、そうか、鍵開けないとダメなんだ。鍵開ければ行けるってことか。ショートカットできるってことか。そうか、そういうことね。鍵ゼロだもんね。はい、4回初です。初です。一回来たけど、戦ってないからね。わあ。これは気をつけないといけないパターンですね。薬草が3つしか持てない。経験値もそれなりにすごいですね。倒せんだろ。オッケー。偉い。そうか、ギラ使えんのか。10ゴールド。あ、いいね。これ装備品買えっつってんの。あら。ちょっと待って。いきなりこんな無限ループ的な、あ、やばい。今ダメージそんな方通ったよね。やっぱ物の使いようあるね、このゲームはね。お、いいね、君の強さ。あ、それはいい。それは素晴らしい。
なるほどね。ちゃんと下道行かなくちゃいけないんだ。敵復活してないの救いですね。鍵やったぜ。2階のとこ開けたい。お、誰かいる。ほう、ここまで降りてくるとお前もなかなかやるようだな。しかし困った、下へ降りる仮なんかどうにも見当たらないのよ。600で何か買えるっつって。なんか水抜くんじゃないの、どっかで。あ、いけんね、やっぱり。これなんだ。マリンスライムとかじゃねえの。ちょっと待って、これ使おう。なんか向きが違うけど。マジか、すげえんだけど、いきなりインフレしたけど。やだな。OKOKOK、 一回出るか。 B5 の地図、キメラになってんだ。びっくりした、なんだと思った。あれ2回開けれるってことでしょ。防具しっかりしたいね、ちょっとね。鎖片びら82か。なんかあったよね、戦士。これで、でもショートカットできるもんね、鍵があるから。地下4階か、めんどくさいな。でも敵スルーしていけるのはだいぶいいよね。まあダンジョン RPG って感じでね、ちょっといいかも。こうなんか、ドラクエミンストレルソングとかもそうだったけど、こうファミコン仕様ってなんかいいよね。ファミコン仕様って絶対ファミコンの限界超えてる動きするからさこの星フルーダーがすでにそうだけどね。表示とかもファミコンじゃ多分無理でしょ。あ、できるの、ギリできんのかな。あ、間違えた、こっちはなかった。ここ近道だよね。まあ開けとけばもうね、だから落とさねえかな。いや、落としたけど違う。そっちじゃなくて、鍵の方を落としてほしかったね。ね、早いよね。で、3階なんか一瞬でしょ。で、4階ももう道が分かれば簡単だね。鎖片びらいいね。あとはちょっと節約しながら行きましょうか。たまにお金すごい落とすからいいよね。ビーンって。時には逃げることも大事だって、触れなきゃいいってことでしょ。全滅はしょうがないとて、うん、全滅はしょうがないとて、そうはね、全滅したら終わりじゃないもんね、これね。
い、もう着いた。ここ降りていいのかな。いや待て、とりあえず陸で、なんか宝があるかもしれないからね。 あそこにあるね、宝ね。ちょっといろいろ把握しないと。羽の部分だよな。ようこんなん作ったよね、すごいな。金持ちじゃん。こんなんいるんだ。75ってすげえな。あ、ないか。明治キビやばいね。魔法の聖水とかさ、キメラの翼とかいいよね。お、いいね。最大 HP4 増えた。大体は回ったんかな。一個下にもないね。宝があったね。あれはどっから降りるんでしょう。あ、あったあったあった。強いな。一回出ることになったら、あの出たところまで行ったところまで裏で戻りますね。レミラ地図の効果だよね。お、宝。袋の種、道具4つまでまとめて持って、お、あー、なるほどね。袋の種だって。階段がどこに行ってもないんだって。え、え、どこに行ってもない。え、これどこだ。口のところか。鼻の先にあるんじゃないの？ないかな？階段。降りる階段どこにあるんだこれ。本当に。ないよね。え、ないね。え、どこ、降りる階段マジでどこあんの？ないっすね。マジで。なんかやばいな。怒り狂ったぞ、ボッコさんが。キメラの瞳に道は眠る。この一切謎が解く。ああ。なるほど。なるほどね。この上か。瞳に道は眠る。これだ。左側かな。これだ。
ネクロゴンド。いやー待て、なんかやばいぞ。マジかい。うわ、強っ。ちょ、武器買わないとまずいね。鉄の槍あったよね。ちょっと待て待て待て、ゴールドマン買った方がいいってことか。じゃあれ絶対固定なんかな。なかなか進ましてくんないね。まあ、ご利用していこうと思えばいけなくはないんだろうけど、あの回ぐらいだったら。だけど怖いよね、やっぱりね。出た。鉄の槍をとりあえず変えるぐらいやんないとね。700だったっけ ?464 点。お金とかたまに落とすからそれだよな。あと500ゴールドでなんか戦士の指輪かなんか変えたよね。あれでも攻撃力上がるよねきっとね。まあとりあえず限界までやってみましょう。こいつギラ使わないとまずいね。1200貯めれば結構いいのかな。横のゴミ邪魔だったね。でも魔法の聖水があるからだいぶいいよね。しか増えない。でもこれ拾いながら行けってことでしょ、ね、ギリまで戦った後キメラン翼あるからそれで出ちゃえば OK。 キメラン翼だって1個しか使わないもんね。この16が0になるまでやればだいぶいいんじゃない。だって今663あるでしょ。それを、赤いの強いんかな。あ、なるほど。まあ、そうでもない。ギラ大事だね。ギラないときついね。はい、まず鉄の槍。やっぱ限界が来るんだね。活動限界ってやつか。なんかやってるとやっぱ容量作んできますよね。面白いなこのゲーム。うん、次はやばいね。これなんか違うこと言わないかな。お、正確には3ポイント。それかしか思ってない。それならいいんだけど。お、押し売りだって気づいたと思うけど素早く移動できるようになるわ。うまいこと敵をかわしてね。珍しいもの見つけたら教えてね。すでに持ってる。ああ、お金になるんでしょ。
便利な話だよね、本当にね。あ、なんかラーメン屋さんいる。待て。武器。今まで装備してんのってどうなの？幻と幻の狭間にこそ実体が存在する。目に映るもの全てが真実とは限りません。夢を忘れなきを覚えておきましょう。はいはい。まあ結構進んだね。まあまたうろうろしてれば勝手に強くなるでしょう。はい、ということで。お、宝。B6 の地図。今どこにいんだ？あ、上、ん？下行き止まりだな。多分上の水辺から降りんじゃない？あ、違った。なんだここ。一回だけ回復できる。待て。いやー、稼ぎどころかな。あれ、なんかここやばいな。永久に回復。ちょっと待って。一掃して戻ってくれば、だっていいってことでしょ。セーブはできないんだ。セーブできれば最高なんですけどね。慣れてきた。エミーラってこれどのタイミングで使えばいいんだ。地図手に入れる前しかタイミングないよね。簡単にここまで来れる。何も起こらん ですよね。多分上から降りて、今回はここまでにする。とりあえず敵一掃していくかね。次回行きやすいように。無限に回復できるの最高だよね。まあ、やられないように。57で一撃か。池はいよいよいなんとかだってやつやね。せめてこの道中だけどうにかしたいよね。多分いるでしょ、まだスライム。ゴミ片付けんのいいっすよね。うざ、完全回復したでしょ、もう。永久期間。あれなんだ？あれなんだ、怪しい台座がある。一回戻んなくちゃいけないかもね。いや、とりあえずセーブしてこよう。敵一掃したんで降りる場所ないでしょ。だってなんか柱とか、あ、柱じゃねえや、道とかできそうだよね。なんか見えない、なんか道がどうとかって言ってた。はい、ということで今回断りたいと思います。はい、早くパート2ですけどね。なんかサクサクいけそうな感じするんですけど、どうでしょう。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、X のフォローしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。